こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのはここにかけてますけども、このジャケットはアメリカのアウトドアブランドであるシエラデザインズよりダウンジャケット、こちらを今回は紹介していきたいというふうに思っています。このシエラデザインズ、通称シェラデザインと言いますけども、このシェラデザインが誕生したのが今から57年前、1965年にアメリカのカリフォルニア州で誕生いたしました。その創業者の方というのは2人の青年がいたんですが、1人がジョージ・マークスという方、もう1人がボブ・スワンソンという方、この2人の青年がこのシェラデザインを立ち上げたわけですね。そのカリフォルニア州にあるアウトドアショップで2人が出会います。そしてその2人の共通の趣味というのが、登山であったりバックパッカーであったり、いろんなそういうふうな、アウトドアをする2人だったんですけども、いろいろね、その発案をするわけですけども、なかなかそのアウトドアショップでは自分たちが発案したデザインとかね、その機能というのが商品化にならなかった。それならば2人でもう、独立しよう、新しくそのブランドを立ち上げようというのが、このシェラデザインの誕生なんですね。今から50年以上も前のことになります。このシェラデザインが世界的に有名になったのが一つの理由があります。それは、ここにちょっとタグが書かれているんですけども、こういったタグがあるんですね。60/40というふうに書かれています。こういったね。これ何を意味するかというと、この表面の生地のことなんですね。この6、通称64クロスと言いますけども、この60/40の比率っていうのは、横糸に強度のあるコットン、コットンが 60%、そして縦糸に高密度のナイロン素材が 40%。いわゆる64クロスという比率のことなんですね。60% の綿と 40% のナイロンで作られたのがこの 表面のこの生地のことなんですね。この64クロスが何がいいのかっていうのを、例えば登山をしている時に急に天候が悪くなって雨が降ってきます。雨が降ってくるとこの、雨に濡れますよね。雨に濡れると今度はその 60% の綿が膨張します。膨らみます。膨らむことによって綿とナイロンの隙間が埋まるわけですね。ですから一回雨に濡れますけども、濡れたその後は雨が入り込まないようになっているというのがこの64クロスの特徴なんですね。そして今度は天候が回復して晴れてきます。晴れてくると今度はさっき膨張した綿が今度は元に戻ろうとします。元に戻ろうとするということは隙間が生まれるわけですね。隙間が生まれるということは通気性が出てくるということなんです。これが64クロスの特徴なんですね。ですからこの通気性があるということは、こういったジャケットを着たときに私たちが発散する汗ありますよね。汗がその水分を外に出してくれる、そういった機能を持ったのがこの64クロスという生地の特徴になるわけです。これが世界的に有名になった要因の一つでもあるわけです。それではこのシェラデザインのダウンジャケットを詳しく紹介したいと思っているんですが、まずカラーを見てほしいんですけども、このカラー、メーカー表示はネイビーとなっていますけども、紺色ではなくてどちらかというと淡いブルーのような色合いですね。こういった色合いになっています。この合図ですね。で、先ほど言ったこの表面が64クロスという生地で作られているということですね。で、もう一つはジッパーがあります。このジッパー、このジッパーも金具ではなくてビスロンファスナーで作られています。これも雨に強いタイプですね。そしてこの二重になってますけども、シェラデザインの独自のスナップボタン、スナップボタンで二重になっているということです。そしてこういうふうにポケットがあります。これハンドウォーマーポケットありますけども、ハンドウォーマーこれで、手を入れてぬくまることができるということと、ちょっと隠し技なんですが、このポケットの中にジッパーがあります。こういうふうにジッパーが、このジッパーがあるということで、いわゆる隠しポケットっていうのがここに収納できるようになっているわけですね。そしてこのジャケットの最大の特徴はやはりダウンですね。ダウンというのは皆さんご存知と思います。水鳥の胸の羽毛の部分をダウンと言います。そのダウンがこれは 85%、 そしてフェザーっていうのはその水鳥の羽の分、ちょっと硬い部分がある、そのフェザーが 15% になっています。比率が 85:15 という比率になっています。私もいろんなそのダウンを見てきたんですけども、だいたい標準的に 8:2 の割合なんですけども、このタイプは 85:15 という比率になっている。このね、ダウンだけだと、ダウン 100% だとあまりにも柔らかすぎて形が崩れるんで、その硬いフェザーを入れることによって綺麗な形が保とうとしているわけですね。だからフェザーというのは非常に大事な部分にあると思います。このダウンですけども、しっかりとふんだんにこうやってダウン入ってるんですが、ここにまたタグがあるんですね。このタグを見てみると、こういった書いてるんです。ここに書かれているのがアライドって書いてます。アライドダウン、これいわゆるアライドダウンといって、アメリカで古くからあるダウン専門の製造会社なんですね。これがアライドと言います。このアライドダウンをふんだんに使っているということなんですね。で、このタグをひっくり返してみるとこういう風になってます。数値が書かれていると思います。650と書いてます。650フィルパワーという風に書かれているんですね。この650という数値はダウンの質をこの数値で表しているんですね。650
このダウンを例えば手でギュッとね、手で押さえた時に小さくなりますけども、その小さくなったダウンが手を離すと今度は元に戻ろうとボワッと元に戻ろうとしますね。この元に戻ろうとする反発力とか復元力、それをこういうふうな数値で650というふうに書かれているんですね。まあ、550以上あるともう本当に上質なダウンと言われているのが、このタイプは650フィルパワーになっている、もう十分な上質なダウンで作られているということです。この数値が上がれば上がるほど、その軽くて保温性の高いダウンというふうに言われているんですが、この数値が例えば800とかになりますと、もう最上級のダウンになります。もう金額から言うと8万円から10万円ぐらいのクラスが800フィルパワー、650でも十分な上質のダウンがふんだんに入れられているということなんですね。それでは私がちょっと試着しながら、またさらに詳しいことを紹介したいと思います。今着てみますけども、こういった感じになるんですね。私身長168センチ60キロの体型で、これ M サイズを今着てみました。こんな感じになります。こういった感じですね。やはり非常に軽くて保温性の高い、さすがにいいダウンが使ってるんだなと思います。非常に軽くて、もう背中がね、すでにこうさっき着た瞬間からポカポカと暖かいタイプなんですね。そしてこの袖のところを見ていくと、袖のところにはこういうふうにゴムになっています。ゴムになっていて、ここにスナップボタンがあります。スナップボタンをこういうふうに止めることで冷たい風を遮断してくれるっていうね、こういうふうになっています。そして裾のところですけども、裾のところにはこういうふうにドローコードがついています。ドローコードがついていて、ここで絞ることによって下からの冷たい風を遮断してくれる、ドローコードがついていますね。そして閉じますとこういった感じになりますね。でここにこう高いね、このスタンド高いになってますので、ここをこういうふうに止めると、ここも冷たい風を遮断してくれるということになります。そしてこのフードがついています。このフードも取り外しすることができます。このフードをね、本当に寒い時はここにマジックテープがありますけども、これを止めます。ここを止めると、もう完全にここから冷たい風が遮断してくる、こういった感じになりますね。そしてここにもドローコードがついていて、さらにここを引っ張ると完全にここを密閉することができるということで、こういった紐もついています。まあ、普段はこういう風な形で着てもらっていいんですけども、このフードは取り外すことができます。こういう風に簡単に取り外すことができるので、まあ、フードがいらなければね、これも外してもらっていいと思います。こういった感じですね。それでは実際に私がこれまた試着をして、どんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。私身長168センチ60キロの体型で、 M サイズを今から試着をしてみて、全体的にどういった雰囲気に見えるのかを見てほしいというふうに思います。そしてまたこの商品の詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。今回はアメリカのアウトドアブランドであるシエラデザインズよりダウンジャケット、こちらを今回は紹介していきました。Cause I don't want to be alone.